今年5回目の稲の稲生育調査が行われれ、ました。幼いも確認され生育は順調調です。調査は県内29カ所の水田で行われこのうち大崎市古川の水田では調査員が草丈や葉の数などを調べました調査の結果平均で草丈は65.5センチ葉の数は11.3枚1平方メートルあたりの茎の数は 五百三十八点六本と順調に生育しているということです。また茎の中には二ミリを超える幼い穂が確認されました。補助のが乾かないように水が必要な時期ですので、えー、まあ水を要素を入れる管理をしていただければと思います。県は今後も気温が高い日が続くとみられることから適切に肥料を与えてほしいとしています。